始まりました。暴れる君のカムカムハイスクール。今月は上田市の上田高校吹奏楽班に潜入。今年の目標は飛躍です。全員で壁を飛び越えて高みを目指したいという思いが込められています。全員が何をやればいいか考えて頑張りましょう。はい、始めます。お願いします。お願いします。まずは楽器ごとに分かれて個人練習とパート練習。3月末からすでに夏のコンクールに向けた練習が始まってるんだって。ここはクラリネットチーム。これもクラリネットなの？バスクラリネットっていう楽器で、クラリネットの仲間で、その大きいバージョンみたいな楽器です。高さがこの椅子だと合わなくて、ちょっと高めの椅子にするためにちょっと使って。そういうことか。高校生らしさ満点。この楽器大きいな。他のトランペットとかトロンボーンとかと違ってやっぱ管長いので、その分音の出るタイミングが遅くなっちゃうので、拍のより本当に気持ち前で出して拍通りに出すっていうのが難しかったりとか。音を鳴らすだけでも大変そう。一方こちらはサックスチーム。4人で音を合わせてハーモニーを確認中。ヌルッペ、さっきの N のところ、どうだった今？ヌルッペ、さっきの N のところ、どうだった今？ヌルッペって、もしかしてあだ名？今のはステージネームって呼ばれてるもので、先輩からつけていただいたとても大事なニックネームのようなものです。かっこいい、ステージネーム。部員の仲を深めるために、先輩が後輩に名前を送るのが伝統。ちなみに、サックスパートには、パ行がつくそうです。2年生のプータです。1年生のペローです。1年生のルルペです。2年生のマメです。あれ、私の好きな食べ物がほうれん草と海苔なんですけど、それを先輩に伝えたんですけど、先輩が私の好きな食べ物を忘れてしまって、緑の野菜だってことを覚えてたんですけど、なんだっけ、なんか豆だっけ、なんか豆っぽいからマメみたいな感じですごい雑な付け方をされて、1人だけパ行もつけてもらえず、なぜかマメっていう名前になりました。新入部員募集中です。 UWU あー